マラビス社はメキシコの心臓部であるグアナファト州に拠点を置く工業団地の開発及び建設を行う会社で、設計、施工、リース用、販売用ビルドトゥースート、リース用 A クラスビルディング、工業用地販売といったサービスを提供します。当グループは環境問題に対する強固なコミットメントを促進し、拡張エリアを含めた総面積が770ヘクタールに及ぶ3カ所の工業団地を所有しています。すべての工業団地において井戸水、下水設備、雨水排泄設備、天然ガス、中圧電力ライン、高圧電力ラインオプション、電話用導線、光ファイバーライン等のワールドクラスの優れたインフラサービスをお客様の工業用地まで提供します。これらの3カ所の工業団地には世界7カ国から自動車部品、流通、プラスティック、食品加工、化学、テキスタイル関連の82社が入居しています。メキシコにおける当グループの3カ所の工業団地の中で最初に開発され最大規模を誇る工業団地はマラビス・カストロ・デル・リオ工業団地です。拡張エリアを含めた総面積は524ヘクタール、入居企業数の合計は75社で、国籍は多い順に日本、ドイツ、メキシコ、アメリカとなります。現在敷地内に商業ビジネスエリアとしてマラビスプラザを建設しており、長期滞在者用の120室を備えたステイブリッジホテルも作られます。レンタルオフィス、銀行、レストラン、病院、ジム、幼稚園を備えた当プラザの完成は2018年前半を予定しています。当グループの中で2番目に開発され、理想的なロケーションで知られるアバソロ市のマラビス・アバソロ工業団地は120ヘクタールの敷地を所有し、自動車部品企業6社が入居しており、大部分は日系企業です。最も新しく3番目に開発された工業団地の名前はマラビスコモンフォート工業団地です。総面積130ヘクタールで、すでにトヨタ系の T1 サプライヤーである日系企業1社が入居を決めています。セラヤ市と世界遺産都市であるサンミゲルデアジェンデ市の間に位置し、ケレタロ市とも隣接しています。3カ所の工業団地に共通するのは平均年齢21歳という若くて豊富な労働人口に恵まれているという点です。お客様には弊社のインフラに関する詳しい知識と土地所有権に関わる法律についての深くて正確な知識の恩恵を受け、安心して入居していただけます。ケレタロ州ケレタロ市、グアナファト州イラプアト市、セラヤ市、サンミゲルデアジェンデ市、グアナファト市などに隣接するマラビス工業団地のロケーションは生活のクオリティの面においても魅力と強さを享受できます。最後の2都市はユネスコ世界遺産に登録されており、サンミゲルデアジェンデ市はアメリカ人年金生活者が多く暮らすメキシコ最大のコミュニティになっています。これらの全ての都市は生活クオリティが高いこと、世界的に有名なワールドクラスの学校があることで知られています。また素晴らしいインターナショナルレストラン、多様でカラフルなメキシコ料理、高級住宅街、ゴルフ場、フレンドリーな人々などに恵まれ、バヒオ地区はメキシコで最も暮らしやすい場所の一つに挙げられています。